今夜のバンバータチャンネルは、e サッカー世界2位の陽一郎選手に無謀にもハンデなしで挑んだ清水翔太、意外にもプロから先制を果たす大健闘。リベンジマッチはオールスターチームで挑むハンディマッチ戦。そして陽一郎直伝、初心者でも使えるプロ技も。東京バンバーターかっ飛ばせ、リベンジマッチは清水さんは、レジェンドチームなんとまた新しい、はい、強いやつを選びました強いやつ。そして陽一郎さんは変わらず、変わらず個人の選手の能力に左右されるってあるんですね。そうですね、これぐらいのメンツになるともう誰と戦っても、ね、簡単にはいけない。ハンデ戦、陽一郎曰く清水のチームは50万円くらい使ってレジェンドを集めたチーム、自身のチームは1万円ほどのチーム。勝負の行方はいかに。お願いします。白が清水翔太、はい、で、赤が赤が陽一郎。They've got a man out wide. Fabinho. Shaqiri. That's played to Fernando Torres. Go! デヘ。素晴らしい。デヘは最高。瞬発力が半端ない。なかなか点が取れなかった。無駄に取りに来ることが全然ないんで、なかなか陣形が崩れなくて、後半はまたちょっと作戦は、まあ前半は別に悪くはなかったんで、このまま清水さん、いやちょっとゲームプラン通りいかなかったんで後半楽しみです。行きましょう後半Time now for the second half to startBecause it looked as though there was going to be some real damage done to them. He's looking for the cross. Fabinho. Short passes, but they're keeping the ball. Fabinho. On to Fernando Torres. Oh! 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 Gerrard. On to Felipe Anderson.おお、おお、なるほどなるほどなるほど、ああ上げた後にいっちゃってるんですね。ガッツリうあそうはいかないっすよね。79分先制、いやいやいやGerard with the ball. Sweet. Good challenge. Ah! Looking good this move. What? Oh! 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 Oh!どうなんだろう。バンダイク、ダイクやな、寝ちゃってます。おめえ。やったナイスシュートしてますよめちゃくちゃいいコース。いや
ということで、2対0で陽一郎さんの勝利。いやもうありがとうございます。いやもう点差的にはですけど、全然攻めれなかったですね今回。危ないところっていうのは自分で操作して止めてるので、うん、まあその危なくないところからシュート打たせる。なるほど。深いっす。最初こんだけできる。ちょっと考えらんないです。めちゃくちゃうまいです。ありがとうございます。伸びる可能性ありますか？いや絶対伸びます。やってたら。じゃあ握手で終わりましょうか。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、初心者の人にコツというか、あ、はいはい、どうやってカットこう卵取る、初心者にやりがちなのがこう、うん、全員こうボールに行くっていうか、うんうん、ボール持ってる人に全員取りに行ってしまうっていうのがあるんで、うんうん、そこはまあ我慢してこうパスコースを切りながら守る。コンテコンテ Here's コンテ、そのパスコースの、うん、確かにボールにあんま行かない、こういうことですね。こう自分のチームがボールを持ってる時っていうのは、まあ、もちろん攻められないじゃないですか。なんで支配率を高めると、まあ、それは攻撃じゃなくて守備にもこう影響するっていう。雑草魂でパイソンさ、目指すはナンバーワン。皆様登録の方何卒お願いします。